してますんで。いや、入ります。あ、規制しますんで。邪魔しないでください。あ、規制します。道路使用許可出てますから。規制をしてますので。いや、規制しますじゃない。あなたどこの誰ですか。責任者の人を出してください。この場所からの立ち入り。責任者の人を出してください。私はこの許可持ってます。え、この維持の担当しています。はい、ちょっと待ってください。警察手帳を見せてもらえますか。警察手帳を見てください。カメラ向けのやめていただけますか。警察手帳を見せてください。カメラを向けるのをやめていただけますか。警察手帳を掲示お願いします。カメラを向けるのをやめていただけますか。警察手帳を見せてください。防犯上の都合による警察手帳を5条。カメラを下げていただけますか。このままの状態ではお出しできないです。お出しできないじゃなくて拒否するってことですね。カメラを上げられたまま拒否するってことでいいですね。防犯上の都合によりお出しできません。拒否するってことでいいですね。拒否するとは言ってません。まずこちらの話をしています。あなたがここの責任者ですね。間違いないですね。私がこの地での責任者です、はい、カメラをまず下げてください。いや、カメラは下げませんよ。証拠を、あなたが私の権利を侵害しているということを証拠に残しておかなければならないんですよ。弁護士にもちゃんと相談してあります。道路使用されていましても、しっかり証拠を残しておくようにって言われているんで、これカメラで撮ることは法律違反だったらやめます。法律違反だったら言ってください、明確に。カメラをこちらに向けた状態で、法律違反だったらやめますんで、法律違反かどうか、法律違反かどうかお知らせください。法律の話を今しているわけじゃないのでいやいや、あの2人3人で話されても困りますんで。責任者の人はあなたですね。私です、はい、身分確認をしたいというのであればお店はします。いや、2人3人の人で喋られても困るんですよ。規制してますんで通ることはできません。2人3人の人で喋られても困るんですよ。規制しとるんで。あなた責任者ですね。私が向かいます。あなた責任者ですか。うん、いや、規制中で中へ入ることは法律違反なんですね。中に入ることは法律違反ですね。法律違反ではなく規制中ですのでご協力ください。法律違反じゃなければ私入ったら逮捕されないんですね。法律論争をする場ではございません。いやいや、確認してるんですよ。この場を規制しております。いや、規制してると強制力を持って規制してるわけですから。そうでしょ。それはあなたの任意じゃないですよね。いや、じゃあ私入れます。だから今規制中です。いや、だからあなたが責任者だったら、あ、こちらが責任者の人だって言ったけど、現場責任者とそれを統括するものですので、ね、統括するの、はい、あなたが、じゃあ、そうです、そうです。これ、はい、中央警察署、確認しました。はい。はい。いただいてるんですかね。はい、この署名、この道路使用許可を指定して、ここに中に入らせない法的根拠。これは入っていいという許可なんですか。いや、入っていいじゃなくて、ここの場所でやりますよっていうことじゃないですか。やりますよという許可と、はい、入っていい許可っていうふうになってあるんですか。いや、入らなきゃできないじゃないですか。入らなきゃできないじゃないですか。入った上でやっていいですよというふうになってあるんですか。連絡、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。連絡は受けてないっていうことで間違いないですか。どなたからですか。何の連絡ですか。あなたの上司からですよ。私が、はい、この道路使用許可にのっとって、広島中央警察署長の判が押してありますよね。確認できます？今見えますね。この紙についてはそうですね。はいはい、これは、この場所は、あそこの場所なんですよ。あそこの場所。規制中でございます。だから、この許可証を否定する根拠を述べてくださいって言ってるんです。私がですか？はい、なぜですか？いや、だって強制的に否定するのではなく強制的、いやいや、否定することになってんですよ。現実にこれ中入れないじゃないですか。じゃあここでやっていいんですか。じゃあここでやるならここの許可がいるんじゃないですか。そうですよね。だからこそこれって処分で申請してあるんですよね。いやいや、私はごめんなさい、これがどういう処分なのかが分かりません。ここの許可はされてるんですけども、じゃあ分かる人にここを入っていいというふうにはなりませんし、分かるように規制を少なし、うん、私が今ここを規制しております、うん、それにご協力ください。協力、そして、うん、その規制をここは入っていいですよとはなっておりません。あなたがこの紙を示してそれを押したら、これは中に入らない限り、これ以上の法律論争をしましても、うん、何を言った、これを言ったで、あなたは録画もされて、はい、そのような話ですし、はい、私としましても、ね、間違ったことを言ってはいけませんので、うん、今現実問題ごめんなさい、ここを規制しておりますということだけお伝えいたします。上司に確認してください。広島中央警察署長の処分なんですよ、はい、これを否定するには、広島署長の
この処分よりも、あなたの言っていることの方が比重して権利が高いという強制力があるというならば、それを証明していただけないと私納得できないんですね。それを今証明する必要があるんですか？あります。だってこれ時間書いてあるでしょ、時間過ぎたら私の機嫌の利益失われるんですよ、どうします？ここは今規制中なんで。どうします？機嫌の利益、これ以上のことは申し上げられません。どうしますか？機嫌の利益が失われますよ。いや、ごめんなさい、お答えすることはできません、ここが規制中でご協力くださいということ以上は申し上げられません。ご協力じゃなくて強制力を持って、あなたが実力を持ってこれやってるじゃないですか。これ実力じゃなくてお願いですか？そうです、これお願い？そうです、あなたの権限ですか？それともあなたの上司の決裁で、そのようにおっしゃられるのも、答えるのも、もうここがあくまで、規制中でございますというところですので。規制中で入れないんですよ。です、どうしましょう？その通りです。これが権利が行使できないんです。どうします？あなた分かりません。あなた責任取れるんですか？何の責任ですか？これを侵害しているんですよ、使用許可。結果としてそのようになってしまったんですかね、ここの規制のことは。あなたは何でしょう？あなたもここ両方ずっといるけど、いるんですけどってこう、こうでしょ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16人に囲まれちゃってるんですよ。あれ、先ほどあなた私道聞きましたよね。そうですね、覚えてます？案内させていただきましたよ。あの時に教示ってなかったですよね、何も。教示は教示、何の教示です？道路使用許可についてです。そら、これだけの人に囲まれて私一人で、逮捕してるんですよ。これかなり人権侵害ですけど、どうします？移動されたら囲まれるって、むしろ囲まれてもおりません。後ろ振り向いてください。いや囲まれてるんですよ。あなたが行かれる、だってここの行かれる、私が行く先はここです。ごめんなさい、規制中なんで、申し訳ありませんね。いやいや、申し訳ありませんじゃなくて、ここ以外の道で進んでいただけたら。申し訳ありませんじゃなくて、これ実力行使なんですよ、権力による。ここの規制にご協力いただけ、明確に機動隊の服を着て、ヘルメットをかぶってね、威圧的に市民に、県民的に、いや威圧的に、じゃあ私入っていいんですね。もし私入ったら、あなたそのままでいます？いや私に暴力を振ったりしないでしょうね。暴力は振りませんよ。暴力を振らないんですか？じゃあ私入りますけど、間違いなく暴力を振りませんね。間違いなく規制中です。規制中は何の法的根拠もありません。入ってもいいという意味ではございません。何にも法的権力がないんですよ。法的権利を、ここは法律論争をする場ではございませんし、わかりました。だからあなたに対して私がその根拠を説明することもここではございません。だから法的根拠ですので、一つ言えることは、ここが規制中でございます。その点をご理解ください。これ以上説明することはできません。期限の利益が失われますけど、もう時間刻々と去ってますよ。どうします？あなた責任取れますか？私は責任取る、責任取らないではなく、ここが規制中なのです。法的それはここを通らなければならないというものではございません。じゃあどうすればいいですか？それはご自身でお考えください。このように許可を出されている、あなた様でしたらば、そのようなこともきっと考えられることでしょうから、それがまさに私どもが言えることは、一つこの道が規制中だと言っております。あなた様の、権限や利益を一切否定することも損なうこともございません、じゃあ教えてください。この道が規制中でございます。じゃああそこ行くには、ここか右か左かに回り込めば行けるんですね。規制をされてない場所であれば行くことは可能です。じゃあそれを教えてください。あそこに行くにはどうしたら行けるでしょう？規制をされてない場所を、すみません、私はここの担当者でございますので。だからそこを表示してください。臨機応変に警備情勢に従って規制が敷かれておるところでございまして、教授の義務、私どもがすぐどこでなってやるかというのは、私が享受した結果と違う結果が発生するかもしれませんので、大変ご足労をおかけしますが、お探しいただいて規制がかかってない場所からそちらの方へ行かれてください。こちらの道は現在規制中でございます。享受義務を果たさないということですね。以上でございます。十分な享受を果たしたというふうに思います。
教示義務で説明してください。あそこに行くには説明する必要はありません。あ、説明する必要がないですね。はいはい、拒否してんですね、はい、これです。その説明をする必要はありません、はい、あなたはどうでしょう。今帰省中なので通れませんのでご協力お願いします。教示してください。警備上どこへ行けばあそこへ行けるんでしょう。通れる箇所を通ってください、うん、通れる箇所はどこでしょう、ま、教えてください。お探しください。じゃああなた教えてくれますか。一緒です。帰省中は通れません、はい、以上、はい、言うことありません、はい、これ組織的にそういうふうにやってるんですね。上司からの命令で。それも答えできません。いや、あなたが独自にやってるんですか。それともこの人とこの人と意を通じて計画をしてるんでしょうか。警備上の措置で。じゃあこちらの人に聞いてみましょう。すいません、何のために動画撮ってるんでしょうか。警備上の措置は通れませんので。